確かに。今日もうしないと思ってた。だって私も思ってた。でもしてる。とりあえず明日メイクしないから明日メイクしないから多分、うん、するかな、しないかも。うん、ぼしゃぼしゃですね。はい、ぼしゃぼしゃです。ふさふさなんです、本当にやだ。耳かけたらちょっとマシになります公演楽しかった。今日の髪型はなんか私はヘルメットって呼んでるんですけど、割とヘルメット味がなかったですね今日は。すごい編み込みが分かりやすくはっきり見えるような、はい、髪型です今日も楽しい公演でした。うん、ね、髪の毛を全部まとめる、まとめてるからヘルメットヘルメットかぶってるみたいじゃない、なんか一見もかわいいけど、もっとだからヘルメットねえフフ今月最後のサムネイル、そうそうです、ないんだ。来週、来週ないんだ。ないんですって、寂しい。うん、あと何回だろうと本当に思いました今日公演中に。なんね、来月、来月ももう、うん、入れてくれよって思ってるけども劇場公演チームホー入れてくれよって思ってるけどね、なんかあのリハーサルとか始まってくると思うのでね、どうなることやら。うん、ね、土日もお願いしますね、土日もお願いしたいとこですね本当に。ね、サムネイルみんな着たいよね、嬉しい「カレンちゃんの髪型なるが決めた」って、あ、そう、なんで知ってるの、かわいいでしょあれ、悩んでたから提案したら採用されました嬉しい。カレンも髪ちょっと伸びたよね、今のくらいのカレンの髪めっちゃいい、好き、いいよね、似合ってる、色も可愛い、抜けてきたっぽいけど今ぐらいが可愛いって今日思いました、はいうん ショートもロングも確かにどっちもいいけど、なんか今ぐらいがめっちゃいいかも個人的。うん、オカリナの髪もすごいんだよ今、リバーシブルいけるんです髪の毛、なんか今日は短くなってたけど、そう、なんて言うんですかね、内側が長くて外側が短めの多分髪の切り方してるから、やり方によってそうなの、短くなるし長くなる。うん、もう私は最近髪伸びたねしか言われないね、だから1年くらい伸ばしてますもんね、
気づけば元彼の時の自分が短すぎて笑っちゃう。だから1年くらい前の自分めっちゃ短いんですよ。そうだからそっから比べたら確かに伸びましたねって思います。飽きてきたんですけども頑張ります。ベリーショート、そうたまにドボンドボンやってたらベリーショートの自分出てきてもめっちゃ笑っちゃう誰って思うと自分だったんですよね。こう対戦した私推しとか書いてある、びっくりしちゃう、え短いみたいな。うんねえ、短かったふん壁車変わんないのかな、確かに。うん。ドボンね、ドボンやってますよ。今日はキーちゃんとキーちゃんとルンさん、はい。でプレイしました。さっき下尾でプレイしてみた。いろんな声を楽しんでおりますみんなの、あの好きなセリフメモらなきゃと思っていつもメモってね。比喩歌でやってたんだけど昨日まで比喩歌のさ、なんだっけな、対戦相手を探してますみたいな言い方すんのの対戦、あのゲームみんなでプレイをして待ってる時の対戦相手をのもう発音がもうおもろすぎてめっちゃ好き。他にもあるんですけど、そうパースも可愛い気がする。そうキーちゃんのなんとかなんだからねーも可愛かった。なんだっけな、どこのセリフだろう。うん、みんなの声聞くのめっちゃ楽しい、めっちゃ面白い全員分やったって、もう少しで全員分、なんか毎日変えないと全員できないかも。なんかできるか、一日おきでもできるけど、なんか数日間同じメンバーでずっとやってた、気づいたらリバースがやっぱめっちゃ訛りがあるって。そうだよね。そう、私も自分の声しか今まで知らなかったんですけどそれで気づいた、いろんなのがあるって。うん、全員の100以内に入ろうとしてたの。そう、なかなか入れなくてなかなか入れないからね、諦めてとりあえず全員分のやってる。でもな、5人ぐらいには100以内に1回入ったんですけど、今はもう入ってないかもしんない。今日はキーちゃんは入りましたね。あと、あー、ルンさんも入った気がするけど、ギリギリ。入ったっけな？わかんないけど、100以内に入ってみようかなと思って、うおーってやってるんですけど、なかなか厳しい。9時から10時の間を狙う時間ですね、やっぱり。うん、ドボンやってます、はい。ね、いろんなメンバーが楽しいからね、みんなやってみてね。うん、最近はドボンしかゲームやってないね。確かにやってないですね。ドボンは24時以降もやってるのって。メンバーは24時から5時、ショールームと一緒ですね。24時から5時まではできないです。24時までしかできない。なので、うん、はい、私たちはいつだってプレイができる状態です。ハートはたくさん持っていますというか、もう無限です。
だからちょっとドボンしてる。そう、深夜できなくてよかったかもしれない。でもできるならずっとやってるもんね。昔は深夜できてたので割と深夜にやってたんですけど、そうですね、今は割と空き時間にやっております。なんかしらの、下尾の声は何だろう、下尾の声はさっき下尾でプレイし始めたばっかなんであれだけど、めっちゃ下尾なんだよねそのまますぎて笑っちゃう下尾だーってなるあのボイスそうそうこれこれみたいなくらいの下尾感がすごい。説明できない私めっちゃ敬語だよねって。そうだっけ、あんま自分の時声オフにしてるから、 AKB48 の倉野なるみですみたいなのしか聞かない。本人登場だけ毎回聞いてるから、めっちゃ敬語なんだ私。もう忘れちゃった、自分でやるときはお豆腐だったんで、ずっとおふってるやだ、よそよそし、なんかもう一回撮らせてほしい、もうちょっとふざけて撮りたい。敬語なんややばい、今あくびしそうになった。大丈夫、止められる。あ、96位にいるっていうからさ、そうだよね、入ったよ、ギリギリ入って。あ、98、うん、うん、あー、いやちょっとは眠いんですけど、割とあの床にさっきまで転がってたんですけど、起きたら割と起きなきゃってなってます。でもいつもより確かにテンション的な意味で、あの、何ですか。もうちょっとさ、上がってるよね、いつも公演後って。うん。こういうことですよね、ほんと。寝てもいいよって。寝てもいいのか。いつもはもう少し出てる。確かに。で、こう、疲労。デコ広めです、デコです。今日はへにょへにょですね。はい、だから一回床に転がったからだと思うんだ。うん、そうなんだよね。ねえ、波動負けちゃったらしいね。そう、見たよ、なぎちゃんのなぎちゃんが最下位に取り憑かれてるってツイートしてたなぎちゃんの波動って助けたくなるんだよな、見てて。あ、まあこれ今まではチーム戦の時はあの違ったんですけど、あのチーム B でチャー4で出てたけども、なぎちゃんのプレイ可愛すぎて守りたいし、もう勝たしたい、そんな気持ちにさせてくれるプレイをしてくれてる。うん、そうなの、なぎちゃんを守りますし、はい、守りたいし、あのプレイ勝ちたい、一緒にやってへこんでたの、なぎちゃん、それもかわいいね。うん、かわいい、なぎちゃん
昨日一緒にね入れたんで、なぎちゃんとハッピーでしたね。昨日は昨日で、うん、昨日のティフめっちゃ楽しかった。うん、楽しかったですね。昨日はイベントだったんですけど、フェス？フェスです。はい、夏フェス初ですかね、今年は。そうですね、ずっとり良かったですよね。ね、そう、17期ちゃんたちと一緒に出たの、イベント、愛ちゃんなんか出たっけ、タイで一緒だったか。タイもイベントあったしね。そう、なんかまあでも17期となんかなぎなるみたいな感じで、うん、ねえ。そう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 、ねえ、よかったですね、楽しかったです。はい、楽屋がね明るくて、明るくて、なんか会話がすごい可愛いのよ。なんかでも、うん、17期ちゃんたちの会話が可愛かったです。はい。私は静かに、はい、大抵どんな学園にいても一旦ずっと静かでいるタイプなんですけど。はい、ちゃんと話した、え。あんまり話したっけ。はい、ちょっとずつ。そう、編集してましたね。でも本当にリハから時間があったんで。そうなんですよね、みんな一旦いなくなったんだけど、私はそう楽屋にいてちょっと編集して、一瞬ちょっと体調が悪かったんですけど。体調、そうなんだよね、そういえば。でももう大丈夫なんですけど、だからそう、会話も何も私が会話できなかったからね。本当に。はい、なぎちゃんに見てもらってた。うん、でも治りました、大丈夫です。そういえばそうだった。でももう元気です。はい。本当にマジで出れないかと思ったレベルでして、本当に。でも大丈夫でした、全然大丈夫でした。出てからのが元気でした。1時間前には大丈夫になったんですけど、うん、でも会話が聞こえてくるのね。別に自分はうーってなってても会話は聞こえてくる。会話が可愛かったなっていうことを覚えてる。ステージ立ててよかった、本当によかった、よかったです、ありがとう。うん、意識はあったんだね。意識はありました、ありました、ありました。うん、今日は何食べたってデフォルトのコメントなんかね、私まだそれにしてたっけ。今日はお弁当を食べました。あ、そうなんだ、デフォルトなんだこれ。みんな押し間違えてるのか本当に聞いてるのかわからないから、これやっぱやめたいね。でも答えたくなるんだよね、自分も。自分が設定してるからそうなんだけど、なんか聞かれたら答えたくなるね。今日のご飯はみたいな、そう、久しぶりにホットサンド作ったみたいな。何挟んだのか、ホットサンドはでも卵と、ただの目玉焼きの卵とハムとチーズっていう普通のサンドですね。特に何の変哲もない、何でもない卵でございます。はい、美味しかったです。あのね、さくらんぼが美味しいね。さくらんぼ美味しい。あとね、あと
さくらんぼもだけど、あのあれあれ、トウモロコシ、トウモロコシ言ってない、トウモロコシ言ったっけ、めっちゃ美味しいね、最高です。もう最近は旬のものを食べようって言ったっけ、旬のもの食べると元気になるよねって話ね、言ってたよね。怖い、なんか私もね、これ誰に話したか分からなくなるんですよね、この配信で喋ってる時と、なんか家族に連絡してる時と、マネージャーさんにも同じような話するわけですよ。だから誰に話したか分からなくなっちゃう。この話、あ、どっかで今誰かにしたなって思ったんですよ。でも同じ話をマネージャーさんにもした。一通り、そして2周目してるってことだからね、これやばすぎ。めっちゃ多いんですって。もう本当恥ずかしいんですけど、よくやっちゃうんですよね、なんかあのどこめっちゃ喋っちゃう、もう酔っ払いだって、確かにって。同じ話するよね。酔っ払った時ってね、みんなそうじゃない、自分が酔っ払ったことないけど、酔っ払った人って同じ話してるイメージ。酔っ払ってるんか、違います。終わって今日は炭酸水飲みました。炭酸水だけです、全然酔っ払ってないです、はい。飲んでるじゃない、飲んでないのよ、炭酸水なの、私が飲んだの。やばい、うん。やだ、本当に同じこと言っちゃったよ、もう、うん。そう、炭酸水飲んでる、そう、最近は。でもあんまり、炭酸って喉に良くないんだっけ、あんま飲みすぎないようにしないとだね。うん。タワー来てるよって、ありがとうケンケン、サムネイル公演最高、ナルもチームフォーも最高、ありがとう、公演楽しかったね、本当に楽しかったね、楽しいよね公演ね、本当に、うん。次いつかなって、そう、いつだろう、今月ないんだよ、うん、公演前に調べて気づいた。え、ないの？と思って、うん、次またできたらいいけどね、そうだね、来月かな、うん。サムネイルね、うん、オンラインの前にあるかなって、ああ来月オンラインですね、オンライン大阪横浜ですもんね、順番、喋るタイミングの話なんですけど、オンライン大阪、大阪行ける、たこ焼き食べましょう、ねえ、またやれたらいいね。確かに週末に予定入りすぎて土日サムネイルがあれ。今考えただけで、どこに土日が存在しているのだ。1,2,8,9,15,16,17ってなんだ。22,23,29,30、ああ。土日チャンスが1,2,3,4,5でも5回あるね、土日が、海の日、そうなんだ、これで確認してた今。スモーカー大佐。ちなみに今月はこんな感じです。暑っ、白ひげ、白
白ひげさんとマルコ。これあれだよね、なんかナンバー2と船長とナンバー2的な位置づけな気がするんだ。うん、そうそう。ほら11月はちなみに11月すごいすごい11月やばやば、海賊王じゃん、イエーイ。うわ12月もやばいってことは1月か、これ1月からは使ってないんで、うわうわこれが一番いいわ。何月から私これ使ってるかな、春ぐらいから使ってるからはぁ、かわいい、声やば、かわいい、ベポ。でも11月もちょっといいね、11月やば。レイリーいいよね、これもやばいな。確かにベポってナンバー2なのかって、確かにそうなん。いいね、カレンダーリアルめくってめくって状態、確かに。革命軍もいいよね、うわうわすごいわ、ありがとうありがとう。めくるだけでテンションが上がる、そう上がるね、ありがとう、大感謝。なんかやっぱ配信してる時かね、ふと日付知りたい時にねカレンダーいりますよ。テンション上がってるってやばいね、本当だね、私もね今上がってる自覚があるんだ。手帳の方もあのこのタイプも持ってるんですけどこれ5年ぐらいちゃんとワンピースを買ってるんですけど今回の11月はじゃーんローでした、嬉しい嬉しい、ローでした。ちょっと他のちょっとね、前半にルフィはいる、12月にいるわ、12月書いてない、じゃーん。うん、最近サボってる私の記録なんですこれ、一応記録つけてるんですけど、何をしてたかを書く。だからね、カレンダーっていうかスケジュール帳の役割というよりもなんか記録帳なんですよね。この記録を続けています。日記はしてないんですけど、日記書いてるわけじゃない、したことを書いてるだけの記録帳うん、そうです。最近書いてないから書かなきゃなって今思いました。うん、ねー昔の、そうだから昔何してたかなって振り返ったり、持ってる、だから過去のスケジュール帳を持ってる、ずっと、まあ、ワンピースで買ってるからそれもあるんですけども、うん、カード開封しますかだって、あっちの方にあるから今日はせんかな、またいつかしますね、そのうち。うん、あと20分ぐらいしかないんだ今日も、早っ、マジか。早いね。うん。きゃー。波動の予定はないね。ないっていうか分かんない。次波動出るのかな？なんか。出る確率下がるのかな、やっぱ人ね多いよね、
チームのメンバー多いのかな、次のメンバーじゃなかったよってあ、入ってなかったんだあ、そう、出れないんで、え、波動のご褒美とかあるの？みんなに聞いていくスタイル。ご褒美何？うん、あ、また旅行？また旅行ってまた旅行って言うけどね、だいぶなご褒美なのよ。まあ、最近波動旅行やってるんですけど。そうなんや、旅行か。だからもうこれで日本全国飛び回る旅行しに行こう旅行なんだ、シーズンごととかのはないんだ別に。毎回 ご褒美が旅行ってことで、そのシーズンなんとかでなんとかでもないの？うん、行ったことない県はまだありますよ。な、総合優勝、あ、総合優勝はさらに豪華になるっていう発表なんだっけ？一緒かね。まだ発表されてない。なるほど。岩手に行ったことない。そう、岩手行ったことないですね。岩手と奈良と、奈良は行ったことない、和歌山だ。その3県じゃない、私多分行ってないの。それ以外は一応足を踏み入れたことはあるみたいなくくりでございます。うん、それ以外はある、あるある、多分ある。北海道はねこの間行ったし、青森は全国ツアーの時に行ったり、イベントでも行きましたね。宮城、あ、待って、宮城は、そう、宮城も行ってるよね。イベントで行った気がする。ん、握手会か、普通に。そう、全国握手会か。秋田はツアーで行ったね。山形もツアーで行ったんですよ、2015年の5月ぐらいにめっちゃ覚えてる。うん、福島は、福島も行ったことあるんだけど、活動で行ったっけ。活動では行ってない気がするんだよな。そう、茨城もそう。あれ行ったかな。栃木は、栃木はツアー行ってお手伝いで行ったんだよね。うん、あとイベントとかでも出た。群馬も別に活動で、あ、群馬って活動で行ってないかな。あ、ロケロケで栃木、あ、確かに行ってた気がする。群馬って私活動中行ってんのかな。でも行ったことあります。埼玉、千葉、東京、神奈川はもういろいろよくやってるやんって場所で、今頭の中で47の感想を流しながら喋ってるから埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、新潟もね、そうですね、総選挙もそうですし、ツアーでも行ったしね。そうそうそう、新潟、富山、富山はツアーですっけ、ツアーで行きましたね。わか、新潟、富山、あれ途中からやるとわからなくなるんだよね。東京、神奈川、新潟、違う、東京、神奈川、違う、東京、埼玉、千葉、東京、あれ神奈川、新潟、富山、石川、こないだ行ったやん、金沢に。石川、福井、
福井ツアーで行った、山梨ツアーで行った、ツアーっていうか周年もそうだったよね。その後何？福井、山梨、長野、長野って行ったっけ？活動では行ってないけど行ってます。岐阜は、岐阜？あ、岐阜も活動では行ってないけど行ったことあります。はい、そうそうそう、岐阜もな、ほぼ行ってないようなとこほぼ行ってないに等しいな多分。静岡はまああるじゃん、愛知もそうじゃん、三重はツアーで行った、滋賀もツアーで行った、滋賀、京都、大阪、京都大阪はね行った、普通にプライベートでも行ってるし、ライブだとかツアーでも行ったし、大阪、京都、奈良、和歌山ね、奈良、和歌山がないのよ本当に、下の方に行ってない。ない、ありそうでない。兵庫はありますね、行ったよね、なライブで行ったっけ、なんか行ったよね兵庫って、あれ行ってないっけ兵庫って、で行った行った行ったっけ、だいぶ前ですね行ったとしても。三重ってツアー出てないよ私、あれ三重ツアーって出たっけ、うわー、ちょっと待って、場所絶妙だ、いたよ、いたっけ、いたよねあれあ、鈴鹿サーキット、それだ、ツアーじゃなくてそれだ、サーキットにめっちゃ行ってた、2週連続で三重に行った時あった、鈴鹿に、そう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 、おっきいね、あ、遊園地あるよね、行きたかったんだよ、あと神社とかね、そう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 、行った行った、うわ懐かしい、あったあった、それで一旦行った表記です自分の中で。鳥取は、鳥取島根はあれですね、ツアーで行ってますね。岡山はそうだね、握手会とかで行ってるよね。ね、鳥取、島根、岡山、広島もそうだね、広島もイベントとかで行ってる。山口はロケとかで行ったね、山口ツアーは実は出てないんですよね。四国も全部ツアーで行ってます。香川、徳島、愛媛、高知ね、全部行った。愛媛この間行ったし、九州は全部行ってます。やっぱ調べたところによると岩手とやっぱ奈良と和歌山それ以外は行ってますね、何かしらで。はい、九州のツアーは全部出てるのかな私、あ、全部出てるか、福岡、佐賀、長崎、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、出た出た出た、あ、すごい、沖縄、あーすごい、全部出てる、すごいね。観光とかしてるの入れたら、そうなの、そうなんだよね、観光とまでは行ってないから、このツアーで行ったとかはあるんですけど、会場に行ったってことで、あくまでね、なんか街を巡るほどの滞在時間ではなかったりしてるから、割ともう一回行き直させてもらいたいところではあるんですよね。結構全国回ってましたね、それがコンセプトでしたからねいろいろ行ってたんだなって気づきました。ねえ、
観光ならどこ行きたい、だから北海道とかでリアルにね観光、旭川に秋ぐらい行った時に動物園行ったりとかはあったけど、実は北海道もそんなに観光したことないんですよね。結構行ってるんだけど、それで言うと波動旅行を持ってるので行けるんですけど、うん、そうね。いろいろ、そう、でも鹿怖いなって思う奈良はね、大仏見てみたいですね。うん。ね、だからツアーがしたいです。ツアーがしたいからツアーがしたいって七夕書きました。はい、言われて気づいたけど去年も書いてたんですか、私全然、書いてたよね。そうなんだ、すごいね、2年連続同じ、別に思い出してたわけじゃないけど同じこと書いてるんだね。叶えておくれ。ほんと。叶ってないじゃんじゃない。叶えてほしいね。2年間思ってるんだ。知らなかった、書いてたっけって。去年何書いたかなって思いながら。大好きじゃん、ツアー。うん、好き。コンサートがしたいよね。うん。ねえ。できたらいいね。そうなんだよね。うん。ライブやりたい。野外とかいいね。さあ、わかる。やりたい。やりたいなぁ。はい。めげずに言い続けていきたいと思います。あと10分で終わります。はい。今日もお疲れ様でした。何の配信かわからない配信を今日も見ていただいて、こんな時間まで。ありがとう。うん、ねえ、うん、このあとそうですね、ちょっと部屋片付けてやることやんないと、編集しないといけないんだけど、もうね尺がどうしよう、もう少し切るしかないんだけど、やっていきます、頑張って。はい、理想は次私が挙げられたらいいなって感じなんで、ナルタオ、うん、ナルタオで見たい企画あったら教えてください。どっかしらのコメントに書いてくれたら嬉しいです。そうなの、企画がね考えなきゃと思いながら、来月分が、そうなんだよ、忙しすぎてマジで会えません。忙しすぎてっていうか、合わないだけです、スケジュールが。今タオさんが忙しい、どっちかっていうと。そうなんだよ。うん、頑張ります、編集向き合います。明日はそうだからね、朝早くないから配信してるんですよ。全部言っていくスタイル。明日私は別に早くないので、はい、なんで今日は夜が更けてるだけです。はい、夜も更かしてるだけです。はい。でもこういう生活をしているとですね、まあ、次の日早かろうとも夜が更けてたりするんですよね。はい、基準がこれになると良くないですよねとは思ってるんですけど、結局この時間まで起きてしまうっていう
22歳です。22歳半ばですね。ちょっとやめた方がいいんですけど、そろそろ。はい、まだいけてます。はい。生活リズムがねえ、うん、 22.5 ぐらい今。そうそうそう、気づいたら2時なんて当たり前ですよね。2時に風呂に入ってたりするんですけど。よくないですね。夜型すぎますよね。私もそう思います。何時間睡眠って、でも7時間とかしか寝ないですね。よく寝て足し算して、朝考えずに寝れるときは大体点々どこ行った今、大体って言った。大体あの寝る時間のプラス7とか8とかして目覚ましかけるっていうのを決めてるんで、あんまりあの寝すぎないようにしてます。寝すぎるの苦手なんで頭痛くなっちゃうのでね。はい、まあでも、はい、6は寝たいなってやっぱ思います。前は5まで、 4までいけたんですよ。4でいけると思ってたんですけど、それ10代までですかね。やっぱ最近は6は欲しいなっていうとこです。はい、それをだから明日は割と、まあ2時に寝ようが3時に寝ようが7足しても別にその時間に起きても大丈夫なぐらいなので、そうしてます。うん、4の時はさすがにね、体調がって思うけど、北海道の時リアル4ぐらいだって、4もなかったかもしれないってぐらい。そうなんだよね、早起きだったからね。でも移動で寝てるから北海道の時は、そう合間に寝るっていうのも大事です。うん、はい、ということでいっぱい私の睡眠時間まで発表したところで今日も終わります。13位ナッチ、アットマークサムネ最高、大好き、ありがとう。サムネイル来てた。12位エコナル、ありがとう。11位クラグリ、クセナルファンクラブ。ありがとう。あ、変わった気がする、変わった。11位ユカ、アットマークナルに会いたい、好き、うん、ありがとう。ドボンであったね。10位サイバーアットマーク、今宵も天才編集マン、ちっちゃいその編集マンになってる、編集マンじゃなくて。ありがとう。9位立山元気アットマークミヨン、ありがとう。8位 TK トンからアットマークタイ、5分か。7位にエコナルさん来て、6位サイアットマーク、サムネイル公演最高でした、ありがとう。公演5位チームヨーちゃん、4位エムタカアットマーク、ティフセトリ最高だった、ツアーお願いねー。3位カクカクさん、2位笑顔になるならヤマピョン、アットマーク3日間ありがとうございました、ありがとう。1位元気アットマーク、最近なるの好きなものを好きになる、なる活してます。最近の私の好きなものはワンピースとかき氷です。なんかかき氷でこの夏を乗り切ろうって宣言した時があったと思うんですけど、はい、そう言ったからにはっていう気持ちもありますし、普通に本当にかき氷のことが好きです、最近。はい、有言実行、好きなもの、うん、そうセブンのかき氷美味しい、練乳のやつね。うん、ワンピースは最近って言い方じゃないですけど、まあでも最近もずっと好きだし、はい、ちょっと前も好きでしたし、多分この先も好きです。はい、でも常に好きだから最近も好きだよって意味です。はい、
今日もスリラーバッグを 見たいと思います。はい、あ、ミニストップのハロハロ、わかる、気になってる。うん、配信ありがとう、見てくれてみんなも寝てね、よく寝てください。私もよく寝ます。その前に片付けします。はい、ではあ、残り3分ある。だって意外とあった。セリちゃんとワンピの話した。あ、そう、あのこの間一瞬だけしか会えなくて、もうお話し会っていうか出ていかなきゃいけない時間の残り2分前でセリカに会えて、あー、セリカ、え、やばい、追いついたよみたいな、え、本当に追いついたのって、あのジャンプまで来てくれたんです。セリカも割とアニメだったかな、うん、追いついてくれて、そう、やばいよな、やばいよなって言って終わった。セリカと3枚分ぐらいの会話ですね、お話し券でいう3枚分ぐらいの会話をして、はい、お別れしたので、もう少し長く喋れたらいいなって思います。今度ね、はい、短かったですね、体感やっぱ、はい。当分お休みだから、そうだね、ワンピ月曜過ぎたのにと思ったけど、そうないから、でも追いつくチャンスですね、もし追いつきたい方は今チャンスです、ぜひね、あと1分ちょい、もう終わるよ、今日もありがとうまたね、おやすみ。寝るのみんなもおやすみって言うけど、本当に布団にいる人はどのくらいいるのかな。夜更かし勢寝ないよね寝ないよね。まあゆっくり休みましょう元気です、私はまだまだ、はい、あと2時間起きてます。ということでみんなもほどほどにしようねまたね、おやすみ、かっこ嘘、バイバーイじゃあねー。